灯台。灯台、灯台は、岬の先端や港湾内に設置され、その外観や投稿により、船舶の航行目標となる施設。航路標識のうち硬派標識の一種である。灯台は、登場の建造物で、最上部には、遠方からでも、識別可能な強力な光源が設置される。夜間には、光源が明滅。 大型のものでは光源に前置されたレンズが回転し、航行する船舶が場所を識別する目印となる。現在の灯台は多くがコンクリート製だが、歴史的には木造や石造、レンガ造り、鉄造もあり、一部は現存する。灯台は設置場所により、船舶が陸地、主要変身点または船の位置を確認するときの目標となる沿岸灯台、または 公安の所在、高校などを示す防波堤灯台の2種類にも区分される。多くの国では灯台は園外警備隊あるいは公安行政当局の管理下にある。近隣にある灯台はそれぞれ光り方、明かり室がすべて異なっており、識別できるようになっている。灯台表、海上保安庁発行や海図には各灯台の明かり室が記号で表記されている。 代表的な明かり室としては以下のものがある。記録に残る最古の灯台は、紀元前7世紀に古代エジプトのナイル加工の寺院の登場で火を焚いたことに始まると言われている。その後、紀元前279年頃から約19年の歳月をかけ、いわゆる世界の七不思議の一つ、アレクサンドリアの大灯台が高校のファロス島に建設された。これは、 約134メートルの高さがあったと言われ、796年の地震で半壊するまで使用された。その後、宝物が埋まっているとの噂により破壊が進み、1375年の地震により完全に崩壊。1477年には土地に要塞が建設され消滅したと言われている。また、同じく世界の七不思議の一つである、ロードス島の巨像も、 灯台の機能を果たしていた。灯台の所言は、会場からの高さをもとに策定される。以下は、投稿する灯台の所言。アメリカ合衆国の歴史的な灯台として、ニューヨーク州ロングアイランドのモントーク岬崎灯台、モントック、ポイントライトハウスがある。モントーク岬崎灯台は1796年に、完成したニューヨーク州最古の灯台で、19世紀前半に、 ヨーロッパからニューヨークを目指す船舶にとって重要な航路標識となっていた。2012年3月、モントーク三灯台はアメリカの国定歴史建造物に選ばれた。島国である日本には3000を超える灯台がある。海上保安庁交通部、旧灯台部が所管し、個々の設置、維持、管理等を各管区海上保安本部所かつかの海上保安部が 行っている。また、公益社団法人、明かり光替が灯台についての周知活動を行っている。所在地である岬や堤防の名を記する。堤防の先端に立つ灯台は原則として、場所を示す固有名詞の後に、堤防灯台、または堤防灯台という命名をするが、重要な港湾灯台には付近に堤防がないことも、あるで、堤防を管していないものもある。 一般に岬に立つ灯台には、岬の名前として先を使用する。先が山の様子が険しいことを表す字であり、平野に突出した山地の花を意味するのに対して、先には陸地が水笛へ突出したところを意味する。このため、明治時代の海軍水路部以来、海図では先の字が用いられている。なお、国土地理院では、前身の陸軍陸地測量部が使用していた先の字を、 引き続き用いており、地図では、先の字が用いられる。日本最初の灯台については、八百三十九年、昭和六年に、袋離散した、県東支線の目印として、九州各地の峰でかがり火を焚かせたと、俗日本記にあるのが最初であると言われている。建設が確認できる最古の灯台は、摂津国の住吉をこそ、県大阪市住吉区の西方にあった鎌倉時代、 創建と伝えられる高等老であり、大子その馬場だった、住吉公園入口に場所を移し復元された、1974年。江戸時代に入り、海運が盛んになると、日本式の灯台である、東明台や常夜塔、城野島、城野島が、岬や港、港に近い神社の境内などに設置されるようになった。道の区湾に面する青森県の平地町には、 文政年間に建てられた常夜塔が残る。航路標識として、海上保安庁から正式に承認されている最古の灯台は、兵庫県西宮市にある今津灯台で1858年に再建されたものである。日本最初の洋式灯台は1869年、明治2年2月11日に点灯した観音雑記灯台で、 着工した1868年、明治元年11月1日が、灯台記念日となっている。また、現存最古の洋式灯台は、旧品川灯台、1870年点灯、品川区から犬山市の博物館、明治村に移築、重要文化財、現地に立つ最古の洋式灯台は、旧堺灯台、1877年点灯、大阪府堺市堺区、 国の史跡である。日本の開国は1854年であるが、日本近海は暗礁も多いゆえ、光立ち距離の短い灯明台や、上野灯の設置のみで、航路標識の体系的な整備が行われていなかった。そのため、諸外国から、ダークシーと呼ばれて恐れられていた。1866年5月に、アメリカ、イギリス、フランス、オランダの4カ国と結んだ。 改善役所、租税条約、江戸条約で八カ所、1867年4月にイギリスと結んだ大阪役場、大阪条約で5カ所の灯台を整備すことが定められた、これら13の灯台を条約灯台とも呼ぶ。明治維新による政権交代のため着工が1年遅れたが、順次建設された。これらの設計、建設には、 おとい外国人であるリチャード・ヘンリー・ブラントンや、レオン・スベルギーなどが携わった。その後、海運の発展とともに、航路標識の整備も進み、第二次世界大戦直前期には400機を数えるようになったが、依然として、諸外国の水準とは隔たりがあり、ダークシーと呼ばれる状況は続いた。昭和初期になっても伊豆諸島の式根島では、施設とお名代が建てられている。 だが、太平洋戦争中は、10日完成とカモフラージュで、本来の役目は果たしにくかった。戦後の高度経済成長期に飛躍的に増加し、2004年4月1日時点で、全航路標識総数は5600機、うち東大だけで3348機となっている。東大事務の所管に関しては、例えば、横浜の東大においては、 外国事務官の所長となったのが1868年1月。工部省や低新省の東大局などを経て、海上保安庁東大局、現在の海上保安庁交通部のところとなったのは、戦後の1948年5月であるという。2006年、平成18年11月12日、日本で最後の職員滞在東大であった女、島東大。 長崎県五島市が自動化され、すべての灯台が無人化された。なお、女島灯台は、灯台主を主人公にしたことで著名な絵が、喜びも悲しみも、幾歳月、木下圭介監督の舞台の一つとなったことで、知られている。常時一般公開されている灯台を、三冠灯台と呼ぶ。現在は十五灯台で、社団法人等光会などが、 海上保安庁から委託を受け、参観事業を行っている。これらの灯台は、上部へ登って、眺望を楽しむことができるほか、資料館や展示室を併設するものもある。ただし、公展示や陶器などには公開されない場合もある。なお、常時公開されていない灯台でも、海の日や灯台記念日、11月1日の前後などに、特別公開される場合がある。 内部へ入れない灯台も含めて風景の一部として観光の対象とされており観光庁や地方自治体もそうした動きを促進歓迎している海上保安庁はダムカードやマンホールカードに似た電子版灯台カードを作成配布しているほか2018年11月10から11日には三重県島市で第一回灯台ワールドサミットが開催され 東大の地元自治体による協議解説率が合意された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。